はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。本日前半の話題は、あのラサール石氏が完全に一線を越えた発言をまたしてしまいました。自民党政権は人体実験を試したと言ってしまい、 SNS で大炎上しております。今選挙期間中なんですけど、あんた本当大丈夫かと、その発言撤回した方がいいですよというご忠告と、それから後半はですね、麻生太郎氏が聴衆の前でとうとう野党連合を立憲共産党というふうに完全に皮肉ってしまいまして、でこれが受けましてね、ツイッターのトレンドにも上がっておりました。でこの言葉がもし受けるのであれば、今後の戦い方少し変えるだけで、まあ、自民だとか、まあ、維新も含めてなんですけどもね、僅差の争いで勝てるかもしれませんよという話を笑いながらも真面目にお伝えいたします。僕のおしゃべりを聞いて目をつけたほうがいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速、まずはラサール石井が大炎上の話題を、女性自身より。見出しがですね、コロナ対策は人体実験、ラサール石井の発言が不適切すぎと物議ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。ラサール石井のツイッターでの発言が波紋を呼んでいる。ラサールは10月21日自身のツイッターで朝日新聞の記事を引用。あ、ちょっと待ってください、女性自身さんね、のっけからすいませんけれども、ラサール石井の略称としてラサールというふうにここでちょん切っちゃうのやめてもらっていいですかね。これだと一般的にはラサール学園の方を指しちゃいますのでね、これ学校から苦情が来ちゃいますよ。略さずにきちんとね、ラサール石井というふうに呼ぶか、略すのであればラサイだとか、あるいはですね、ラシー氏だとかね、なんかラシー氏って言っちゃうとカッパ園長が得意なね、一域の皆さんはみたいな風になっちゃいますからね。まあどうでもいいですけど、チーンって感じですいません。記事の続きを。朝日新聞の内容は、安倍元首相が立憲民主党が政権を握れば日米同盟の信頼関係は失われてしまうのは間違いないと街頭演説で訴えていたというもの。それに対して、ここから先はちょっとね、ツイッターの現物をお見せしますけれども、どうなるか一遍試してみたら、そちらもこの中に自民党政権だったせいで死ななくていい人まで死んだ、人体実験を試したんだからとツイートしたのだ。自民党政権によるコロナ対策を人体実験と表現し、政権批判を繰り広げたラサール。だがこの人体実験という言い回しをめぐって、ツイッター上では非難の声が続出している。はい、女性自身は非難の声が続出というふうに優しい表現を使ってますけど、これ控えめに見てもですね、大炎上ということですよね。ラサール石井の名前がトレンドワードに出演し、このコメントに対するリツイートもですね、膨大な数の反論がついております。それをちょっとね、紹介しますと、言っていいことと悪いことがあるでしょうが、そんなこともわからないのですか、情けない。コロナ禍でずっと感じてはいましたが、こういうツイートを見てしまうと、ますます本当に怖いのはウイルスではなく人だと感じますよ。自らの主張のために人体実験なんて単語を使い、亡くなられた方まで利用するんですね。これはアウトですね。政府が人体実験をしたという明確な根拠を示さないと、単なる誹謗中傷。こんな発言をすると、あなたの全ての発言に信憑性がなくなりますよ。志村けんさんも人体実験の材料だったのでしょうか、言葉を選ぶべきですよ、など、新型コロナによる肺炎で亡くなった志村けんさんの名前を挙げたコメントもあった。志村さんの主演舞台、志村コンで脚本演出をラサールが務めるなど、親交の深かった二人。志村さんが亡くなった際、ラサールは本誌に、もっともっと笑わせて欲しかったけど、ゆっくり酒を飲んで休んでくださいと、追悼文を寄せていた。なるほど。なぜあんなにもつまらないオワコン芸人のラサール石井が今も喜劇人として名が通っているのか。それは志村けんさんの舞台演出に絡んでいたからという解釈で良いんでしょうか。その辺ちょっとね、専門外なんでよくわかりませんけれども、たとえ名優の死を受けてヒートアップしていたとしても、あまりにも不適切すぎる批判が殺到したラサールの発言。投稿は22日時点で削除されておらず、波紋は広がっている。おしまい。ということで、この炎上さ、当たり前だよね。うん、本当当たり前だと思う。言っていいことと悪いことってあると思いますし、特に選挙期間中は特定の政党なり特定の政治家をね、批判する場合には絶対的にその発言の根拠だとか、どこから聞いた話なのか、引用先を明示しなければいけないと思います。僕もですからね、これ選挙期間中ということで今相当気を使って喋っております。じゃないと誹謗中傷、デマ、扇動になっちゃいますからね。ラサール石井はその気をつけなきゃいけないラインを完全に踏み越えていますよ。だってさ、自民党政権が
人体実験を試したって言っているわけでしょ。もし自民党が本気を出してこれ裁判を訴えてきたらどうするんでしょうかね。自民党はあるいは政府がね、誰に対してどのような人体実験を行ったのか、これ明確に示さないといけませんよ。あなたの発言、誰もがやばいと思ってるんでしょうね。普段ならラサール石井氏に同調する左の連中もこの件に関しては完全にそっとじしております。そりゃそうだよね。こんなの擁護したら炎上した火の粉が自分にも降りかかってきますから、誰も相手にしませんって、 X という感じでしょう。自民党が嫌いなのはそれはね、個人の考えなんでいいと思いますし、野党の応援もいいと思う。だけれども自分の気分とかノリでね、根も葉もないことを選挙期間中に主張するというのは、これはねデマを用いた扇動ですし、発言にはいつも以上に配慮が必要なんですよ。それをいい年こいたおじいちゃんが無神経にやっちゃうというところに、なんかね全共闘と同じ匂いを感じます。反政府的な俺ってかっこいいみたいなね、あの変な感覚を引きずっているということね。ついでなんで最近のねラサール石井のコメントもご覧ください。ドン。これは4月14日東京都だけで1149人のコロナ感染者が出たという速報を受けてのラサール石井のコメントです。はい来た、ハッシュタグ東京五輪の中止を求めます。まるで感染が増えて喜ばしいみたいな発言で、彼の人間性が丸出しですよ。本当に不謹慎なやつだと思いますよね。多分ですけれども、もはや彼の周りで彼を忠告する人は誰もいないんだろうと思います。僕から見たらですね、周りから誰も相手にされない寂しいおじいちゃんが SNS でかまってちゃんをやってるのと大差ないですよ。過激なことを言って世間が反応するのを見て生きてる実感を感じているみたいな感じでね。だから発言が炎上しても全然気にならないし反省もない。世間が自分の発言に反応することこそが自分の生きがいになっちゃってるわけですから、もう言論人として感覚が麻痺していると思うので、リハビリのためにも一回ちゃんと訴えられて目を覚ました方がいいと僕は思います。さてお次は話題を変えまして、麻生太郎さんが皮肉すぎて面白すぎるね話をしていましたんで、これを日刊スポーツより見出しがですね、麻生太郎氏が痛烈、あちらは立憲共産党応援演説で野党共闘を批判ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。自民党の麻生副総裁が22日、自民党の長島昭久と立憲民主党の菅直人の東京18区ストリートファイトに参戦した。昨日動画を作った時にね、こんな感じでね、今週の土曜日曜は進次郎とそれから安倍さんが応援弁士に来て、自民党が本気出して菅直人を狙い撃ちに来てますねみたいなことを言ったばかりなんですが、実は昨日の金曜日、麻生太郎さんもここにね入っていたとはもう全集中じゃないですか。で、麻生氏は府中駅近くに行われた長島氏の演説を応援。私たちは政権選択を戦っている。あちらは立憲共産党になっているじゃないですか。これが事実でしょ。政権選択だと覚えておいていただきたい。野党共闘で応援する立憲民主党を痛烈に批判した。ちょっと、その立憲共産党というのは僕がついこの間動画で使った言葉じゃないですか。さては麻生さん、些細な動画見てたなってね。いや、見てないと思いますけれども、もし見てね、立憲共産党と言ったのであれば、著作権料をお支払いください。別に現金じゃなくてもいいんですけどもね、麻生さんの地元の福岡のもつ鍋セットの現物支給でも対応しますんでね、ぜひ、こちらに送ってくださいと。まあ、そんな冗談ちょっと横に置いておきまして。で、また続けますが、民主党政権を悪夢のような3年半と称し、年金問題を引き合いに年金基金が5兆円減ったんですよと連打、強い雨の中熱弁を振るった。旧民主党時代に菅氏の愛弟子だった長島氏が東京21区から国外出馬、前日21日には互いの演説で相手を批判し、長島氏もストリートファイトに持ち込まれるのであればこちらもとファイティングパーズを取った。今後は安倍元首相や小泉進次郎前環境省も参戦の予定だ。おしまい。ということで、菅、麻生、小泉、安倍と、マジでどんだけ自民党ここに力入れてんだよってことでね、思わず僕はこれを思い出しちゃいました。大迫半端ないって感じよね。これはサッカー日本代表の大迫選手が高校時代対戦したライバル校のキャプテンの顔を描いたものでして、そのキャプテンがですね、大迫のあまりの身体能力についていけずに、試合後のロッカールームで大迫半端ないってと絶叫する姿がテレビにそのまま放映されてしまい、高校サッカー史上最高の珍場面なんですけれども、まさに東京18区半端ないってそういうことですよね。
僕の事前予想ではですね、二階派出身ですし、それから国替えってことでしょう。で、もってボスの二階さんが失脚しましてね、長島さんはこいつ名もやむなしというふうに思っていたんですけども、良い意味で完全に予想が外れました。ちなみにですが、この同じ日、11月22日、菅直人の方の応援弁士にやってきたのは、出会い系バーの貧困調査をしていたというね、ビーチ前川さんでした。野党の人たちってこういう人が来ても力になると思ってんでしょうかね。こんなの呼んでもね、デメリットしかないと思うのは僕だけでしょうかね。岩川康美氏が運営する IWJ の記事によればですね、10月10日、これはおそらく自民党の独自のこの世論調査を入手したんでしょうかね。そのデータによると、菅直人 36.9%、それから長島昭久、こちらが 31.7% で、菅直人がややリードと伝えておりまして、で、その記事にですね、初めて原発を止め、原発村を中心とする勢力から総攻撃を受けた元総理を追い落とせば、単なる一議席を失った以上に野党や支持者に精神的なダメージを与えることができるという自民党の意図を野党目線で解説しております。まあこの18区の話題はこれくらいにしておきますけども、麻生さんが立憲共産党というパワーワードをねぶっこんできたことによって、先ほど言った通り今朝のツイッターだとかっていうね SNS 上では立憲共産党がトレンドワードに上っておりました。ってことはですよ、この言葉は人々の意思に刺さる言葉だということです。ですから自民党や維新、まあ、そこにね、国民民主も含めてもいいんですけども、野党統一候補で対峙している方々はですね、僕らが戦っている相手は立憲共産党なんですと。立憲民主党は共産党と閣外協力と言ってますけども、その中身は共産党忖度政治であります。それが証拠に立憲の安保政策なんて共産党忖度の賜物ですから。だから彼らは2党を合わせて立憲共産党なんです、やばい連中なんですっていう感じで大々的にキャンペーンでも貼ってやればいいんじゃねえのかなと、笑いながらも真面目にお話をお伝えしたところで、今日も話が長くなりましたのでこれくらいにして、最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。麻生太郎が弁士で登場とかけまして、よそ見して気づかずと解きます。その心は府中市。この選挙が終わったら立憲と共産党とそれから令和新選組はもう全部ガチャンコして新党立憲共産組にしちゃった方がいいのかもしれませんよ。あーでもちょっと待ってくださいね、社民党も本当は入れてあげたいところなんだけども、でも福島みずほさんってジリビンでね、戦力外通告です、はいさようならという感じで、本日も面白かったらためになったという方ですね、チャンネル登録いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。